はい、どうも、一平が秘境です。今回紹介する映画はこちら。ずっと独身でいるつもり45点。独身貴族の作家、田中みな実は結婚がちらつき始める。謎のエッセイスト、そのエッセイのファン、丁寧な暮らし系のインスタグラマー、パパ活港区女子っていうね、4人の女性それぞれの視点で女性の人生観を描いていく。そんでうっすら交錯して交差してと東京を舞台にした今風な群像劇なんですけども、なんかめちゃくちゃ古いなと感じましたね。まずね、自立した女性を描くのはいいんですけど、その描写がペラペラで、自立した女性の説得力がないんですよね。こう仕事の苦労、ノルマとか締め切り、給料、福利厚生、休日日数みたいな、こう具体的な仕事描写がほぼないので、出てくる人、まあ男も含めて全員なんですけど、なんだこいつ感が半端じゃないんですよね。例えばね、インスタフォロワーの20万超えの主婦のインスタグラマーの承認欲求とのこう付き合い方とか、インスタのやり方とか一切描写がないんで、実際どういう気持ちなんかなって、あんなん20万人もいたら絶対気持ちいいと思うんですけどね。はい。で、あとね、パパ活女子の視点もマジでこう素人がイメージしただけのようなエピソードばっかりで、生々しさがないんですよね。パパ活女子イコールこんな感じでしょみたいな、こう。ついで、あとこれがね、致命的なんですけど、自立した女性の視点を描くことで、日本社会の古い価値観を批判するっていうね、狙いの作りの構造だと思うんですけど、そうはなってないんですよね。あくまでこの描き方と、田中みな実の恋人とか、インスタグラマーの旦那とかっていうか、個人の資質がおかしいようにしか見えなくて、そういう描き方をするんじゃなくて、個人の資質がおかしいレベル、ミクロな話にとどめるんじゃなくて、なんでこんな価値観を持った男が出てきちゃったのか、なんで仕事を優先させてしまう社会になってるのかっていう、こうマクロな切り口がなさすぎて、結局ただね、付き合ってる男が悪かっただけ、結婚した男がアホなだけ、親の価値観がアップデートできてないだけに見えちゃって、あんまりこうフェアな作りじゃないと思うんですよね。はい。まあしょうもなって感じの都会で生きる女性のイメージビデオ映画でした。